こんにちは、たけです。50代男子がおしゃれ上級者を目指します。あるいは男子がおしゃれ上級者になるかというチャンネルですね。YouTuber の MV さんから学んだことを自分なりに紹介して、おしゃれ上級者を目指します。今回のコーデはこんな感じですね。今回、そうですね、パトリックですね。パトリックと、パブリック東京の、カードですね。で、中はユニクロですね。で、これが、ユナイテッド東京ですね。で、まあ、ゾフと、まあ、これもユニクロなんですけど、やっぱあれですよね、この間買った、このカーゴっすよね。すごいこの太めのカーゴ。前から見たら結構、センタープレスが入ってるんで、そんなに太く見えないですけど、横から見るとすごい太いですよね。僕もこんだけ太いのでも買って、基本ね、前も言いましたけど、細身が好きなんですよ。もともと僕太っとったんで、こういう太身のやつやるとなんか余計太って見れるじゃないですか。だから細身が好きで、憧れが細身だったんですね。それを今ちょっとね、こういうワイドを着たら意外に気に入ってるんですよね。ほんでいろいろちょっと写真撮って実験したら、結構ワイドの場合はね、結構この要は上までこうやるじゃないですか。やってこう、例えばこういう感じですると結構足長に見えるんですよね。足こうギリギリしかないのに、結構これギリギリにすると、この間今度もインしたやつをちょっと MV さんのシャツでインしたやつを撮ろうと思ってるんですけど、そうすると、ね、足長に見えるんで、この みんながね、おしゃれ好きな人がそのワイドのボトムを好きになるって気持ちがね、ちょっとわかりますね。なかなかちょっといいっすよ、これはほんま。結構気に入ってます。で、結構上まで上げるんで、結構せやから、僕も買ってね、いろいろ実験してる状態なんで、今まで買ったことなかったんでね、実験してる状態なんで、まあ、どうかわかんないですけど、結構この上下を調節できるんですよね、この。この上げ下げ自体を調節できるんで、結構これはかなり気に入ってます。ほんで、多分ね、夏とかも、初めなんで夏は多分着ないと思うんですよ。汚したくないんで、汗かけなんで。でも、使ってくるうちに夏の時着ると、要は、下が結構、A ラインに結構なりやすいじゃないですか。A ラインに。A ラインになるんで、シャツで合わせだけでも、全然おしゃれになりそうな気しますね。いやー、これ買ってよかったっすわ。まさかね、こんだけね、このワイドが気に入っているとは思わなかったっす。以上です。そしたら、よければチャンネル登録、いいね、お願いします。そしたら、50代男子がおしゃれ上級者を目指します。たけでした。じゃ。